今バナナの世界に大変革が起きていることご存知ですか？こんにちは。中に入った瞬間バナナの甘いいい香りがしてきましたね。ありがとうございます。町ではバナナジュース専門店が続々とオープン。飲んでください。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。さらに厳重に包装された箱入り高級バナナまで登場。まさにそんなバナナの1年でしたね、今年は。バナナ界で今何が起きているのか、人気バナナのぼりの現場を取材しました。看板にバナナの絵が書いてあります。中に入ると、あ、バナナジュース専門店と書いてありますね。こちらは東京都内で人気上昇中のバナナジュース専門店。素材本来の甘みを生かすため砂糖は一切使っていません。なかなか吸うことができないぐらいドロッとした食感ですね。濃厚なバナナの甘さが口いっぱいに広がります。友達のインスタを見てきました。なんかすごい濃厚でバナナの甘さがすごい美味しいです。こっちの方が健康そうで、バナナそのもので。驚くべきは賞味期限の短さ、わずか20分です。その理由は、バナナなので黒くなってしまうのと、保存料や香料など一切入ってないので賞味期限20分です。こうしたプレミアム感がギュッと詰まったバナナジュース、店もバナナ熱の高まりを肌で感じているといいます。売上とかも全然上がってって。上がってきています。今年の夏は私脱水症状になって店の中で倒れかけました。まさにそんなバナナの1年でした。一世帯あたりの果物の年間支出額は2010年からの8年間リンゴが1位でしたが、バナナがぐんぐん追い上げ2018年には1位になりました。こうした人気の背景にあるのが、食べるだけではない、いわゆるバナナの高付加価値化です。この間の2016年には新宿にバナナジュースの専門店が、2017年には押し上げにバナナスイーツの専門店がオープン。また去年10月には宮崎県産の箱入り高級バナナ1本およそ800円の販売が始まりました。そして今年8月7日のバナナの日に営業をスタートしたのが、国産にこだわったバナナジュース専門店です。こちらからですね、鹿児島の神バナナ、非常にこう甘みがあるものですね。真ん中にあるのがこちらが千葉県成田産の奇跡のバナナです。さっぱりとした甘さでいくらでも飲めてしまいそうです。うん、バナナの香りが口いっぱいに広がります。店長によると、バナナは 99.9% が輸入物で、国産の流通量はわずか 0.1%。 国産バナナは無農薬で育てられているため、皮まで食べることができるといいます。うん、うん、シャキシャキしてますね。もっと青臭いと思ってたんですけど全然青臭さないですね。女性は特に食べた方がいいって言われるぐらい、バナナの実より皮の方が栄養素高いらしくて、最近バナナジュース来てるらしいねとかよく言ってくださってるので、まあ、実感はしてます。国産バナナを飲んでみたい、食べてみたいっていう方がたくさん今いらっしゃってます。